横須賀市が実施しました災害監視カメラ、こちら過去冠水など災害があった場所、あった場所に固定カメラを横須賀市がつけました。常時同じ場所にカメラが設置されているため、同じ場所に映り込む人たち、そして民家が映ってしまっています。市民のプライバシーが守られないと予期せぬ事件につながることがあります。この横須賀市が実施した災害監視カメラ、ぜひ YouTube でアクセスしていただいて24時間見ることができます。見ていただいて市民の安全を守っていきましょう。 YouTube で見ることができます。また横須賀市の防災情報メール登録、そして横須賀市公式 LINE に友達登録すると、災害時にはワンプッシュで災害監視カメラの情報が見ることができるそうです。私もですね、この災害情報メール登録しています。災害無線などが文章でメールで届きますので、ぜひ登録してみてください。